テッドチャンネル。はい、皆さんこんにちは。絵本作家兼サラリーマン投資家のテッドです。今回の動画では以前投稿した、決算書、企業の財務諸表を読むための続きとして、株式投資ネットで遠足、企業のウェブページを見に行こう2です。前回の動画では皆さんによく簡単に理解してもらうために、みんな大好き任天堂というゲームの会社についてのを元に決算書の見方っていうのを説明しましたけれども、今回はその任天堂だけ、つまりその企業の会社だけの財務情報だと実はまだ不十分なんですね。それで今回はその企業以外の分野、つまりその業界全体がじゃあ今後成長する傾向にあるのか、あるいはその企業のライバル企業の業績はどうなのかっていうことをね、まあ簡単に見ていきたいかなと思います。それでは前回の動画では任天堂を代表的に取り上げさせていただきました。では任天堂のライバル企業とはどこでしょうか。まあ、これは皆さん分かりますよね。そう、ソニーです。任天堂と同じようにソニーは、まあ、もちろんねゲームのソフトの販売もさることながら、やっぱりメインはプレイステーション4、いわゆるデバイスですね。ゲームのデバイスを販売してますよね。任天堂も同じようにソフトとデバイスを販売していますので、まあ、ライバル企業としてはやっぱソニーが挙げられます。これがソニーのホームページですね。まあ、ソニーはもちろんゲームだけじゃなくて、まあ、事業としてはですね、映画とか、あとはスマートフォン、テレビといったいわゆるなんだろうデジタル家電、で他にも保険とかね、あとはファイナンス、まあ、いわゆる総合的な他事業をしているので、まあ、基本的にはこういった形でゲームを全般に押し出しているホームページではないんですけれども、で実際にソニーの業績について、まあ、どういう状況なのか、どういう傾向にあるのかっていうのをね、簡単に見ていこうかなと思います。これがソニーの2019年度のセグメント別の業績ですね。ここで言うとメインは、まあ、いくつかソニーやっぱ事業が分かれてるんですけども、特に僕たちが取り上げたのはやっぱりここですよね。ゲーム&ネットワークサービスで、イメージングセンシングソリューションっていうところと、はい、ファイナンス金融ですね。でところが実はソニーっていうのはまあ、利益を割と占めてる事業なみたいですね。だ実際皆さんが認識しているソニーのなんかテレビとか、まあ、スマートフォンとかエクスペリアとかっていうのがテレビ CM コマーシャルとかでもよくしているので、そのあたりで多くを稼いでるかというふうに考える方が、まあ、多いかと思うんですけども、実際に決算書っていうのを見てみたら、そういった分野っていうのはこっちなんですよ。エレクトロニクスプロダクツ&ソリューションであって、まあ、実はゲームの金額とあんまり変わらなかったりしたりとかするんですよね。よいしょ。でこのゲーム&ネットワークサービス分野についてなんですけども、まあ、売上および利益としましては2018年の去年と比べると下がったみたいですね。でその理由っていうのがここに書いてあるところですね。これちょっと拡大すると、まあ、新型コロナウイルスのやっぱり感染拡大の影響を受けていて、そのうちただプレイステーション4の販売は堅調ですよと、あとはインターネットのサービスが伸びてますよと。で一方プレイステーション5については、当初の予定通り年末、今年の2020年の年末商戦期に発売予定ですよってことを告知してますね。であとはゲームソフトウェア開発では、まあ、顕在化している大きな問題は現時点ではありませんよっていうことなんですけれども、まあ、去年と比べてやっぱ利益が下がったっていうのは、まあ、もちろん新型コロナウイルスの影響もあるかと思うんですけども、僕的にはもう単純にプレイステーション5の発売が公になっているので、なんていうんですかね、プレイステーション4の本体を買う人っていうのが、まあ、少なく、いわゆる買い控えが起こっているのかなっていうことと、やっぱりそのライバル会社である任天堂が強力な
ソフトとかを販売している。あとはソニー自身も、今年じゃないな、去年のソフトと比べるとやっぱりその前の2018年の時の、なんだろうな、ゲームのソフトとかっていうのが豊作だったっていうのもあるのかもしれませんね。まあ、そういったものについては、ソニーだけじゃなくって、おっと、ちょっと前の方ですが、ここちょっと説明しましょうか。さっきネットワークサービスっていうのが、プレイステーションナウっていうものみたいですね。で、ここすごいのが、やっぱりコロナウイルスの影響で、こう自宅で過ごす人たちが増えたのか、おそらく自宅でゲームをしてる人たちが増えたんでしょうね。あのね、ネットワークのプレイステーションナウっていうサービスの会員数が、ここで、この2020年度、急激に増えてるんですよ。2019年度の10月末だったら100万人ぐらいだったものが、2020年の4月末だったら倍以上になってるわけです。220万人という形で倍以上に急増してるんですよね。まあ、こういったところも、やっぱりそのインターネット、つまり今後コロナウイルスとかの感染がさらに第2波、第3波が来ることによって、自宅でのテレワークとか待機とか、といったのがまた増えてくるでしょうから、まあ、それに合わせてプレイステーションナウの会員数も増える、すなわち、自宅で巣ごもり需要としてゲームをする方々がまた増えていくのかなっていうような、まあ、捉え方もできますよねっていうとこです。でさっき僕のちょっと途中で、ちょっとフライングしてしまったんですけども、先ほどのゲームのソフトの売り上げとかってもおそらく関係しているのかなと思いまして、でそこはソニーだけではちょっと見計ることができないので、例えばソニー以外の他のこの上場している企業は基本的に全て決算報告書っていうのは出さないといけないものですので、そういったところの会社の利益とかを見ること、あとは利益の内訳とか見ることによって、まあ、ゲーム業界が昨年どうだったのかっていうのが、まあ、大枠がつかめるかなと思います。でですね、あとはそうですね、やっぱ企業、まあ、ライバル企業の決算資料を見るということだと、もう一つはやっぱりじゃあゲーム業界全体の雰囲気的には、将来的にどうなるのかなっていうのもインターネットで検索してみると一つの、ね、投資の参考としてなるのではないでしょうか。例えばこれインターネットで僕が検索したものなんですけれども、日経ビジネスさんのウェブサイトです。でタイトルとしては、議論ゲーム業界の未来は明るい丸か×かっていうサイトですね。でこれ、まあ、重要なところだけ今回はかいつまみますけども、全部の記事を読みたい人につきましては、YouTube の概要欄にリンクを貼っておきますので、そこを読んでみてください。でここで出てくる人たちっていうのは基本的にゲーム業界に何らかしら仕事上関わりのある人たちです。なので一応基本的にはそのゲーム業界を盛り上げるという役割も持ってると思うので、まあ、フィルタリングはかかってるとは思うんですけれども、一応ね読んでいくと、どうだったかな、最後のページだったかな、もう結論出しますね。ゲーム業界の未来は明るい丸か×かっていうことの結論については、最後の5ページ目のあったここですね、はい、日本のゲーム業界は明るいかどうか丸か×かで答えていきましょうということで、結果としては4人、今回この記事の中で取り上げられておりまして、全員丸でしたよと。でその理由っていうのが、まあ、ここに書いてあるとおりですね、ゲームメーカーはいろいろ新しい取り組みをしていますよと。で課題に対しても実は真摯に向き合って取り組んでいる団体もありますよと。でさらにもここですよね、やっぱりゲームを遊ぶのではなくゲームで遊ぶということで、今の21世紀を生きる人々っていうのは一つの娯楽、ゲームを娯楽としてこう、まあ、取り入れてるのかなということが伺えますから、でその裏付けというのがさっき言ったちょっとフライングしちゃいましたけども、プレイステーションNOWで巣ごもり需要ということでネットワークの会員数に増えたこと、あれが裏付けのデータとして一つの指標になるわけですよね。でこういったことからもゲーム業界っていうのは、まあ、今後も伸びていく可能性が高いのかなと僕はザクッと調べてみた結果そのように受け入れておりました。ただ僕自身もじゃあゲーム業界の企業を選んで投資をするかどうかっていうのはもうちょっとこう過去の実績とか業績とかっていうのを調べたりとか、あとはまあ今後の
じゃあゲーム企画どういうふうになっていくのかってもうちょっと詳しく調べないといけないと思いますけれども、まあ、こういう形で、ある企業に対しての業績を見るだけではなく、そのライバル企業の業績を見てみる。じゃあそれ以外の業界全体の雰囲気としてはどういうふうに進んでいるのかなっていうのを、まあ、ウェブなどで調べたりしていくことで、より投資対象になるのかならないのかっていう、判断に、まあ、一つの材料としてつながっていく、手にすることができるのかなと思いました。今回はそれを動画にしてちょっと共有したかったです。なので皆さんもですね、投資の勉強をするときはいきなり株を買うのではなく、まずはその興味のある企業を調べてみる。じゃあライバル企業は、じゃあちょっと業界の全体についてはっていう形で、まあ、どんどん視野を広げながら見ていくと、いい企業、いわゆる自分が投資した投資額よりも将来的に上がっていく、まあ、企業に貢献でき、そして社会に貢献できる企業を選択することができるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上となります。では次の動画でまたお会いしましょう。グッバイ。動画をご覧になっている皆さん、現在テッドのツイッターではお金や資産運用についてほんわかとお伝えするための情報を絵本を通して情報発信しております。ぜひ皆さん遊びに来てね。